お待たせしました。セカンドショー始めて回りたいと思います。予定では梅雨真っ只中ということで雨の特集と組んでしまいました。こんな暑い夏みたいな日に、まあそれも意図おかし。打てると信じ
めてバットを変えてみたけれど、打てど切ない内野ゴロ、長嶋は今日もダメだった。1曲目からすいません、オチをつけてしまいました。長嶋は今日もダメだ。こっちの方が印象残っちゃって、キャバレスの歌飛んじゃう場合が多い。すいませんね、本当にね。長嶋本当にダメだったんですか？いや、それは不調あるよ、ミスターだってね。いや、そんなことないんじゃないんですけど、やっぱりサマーなら夏ですからね。んどうでしょう、やはりそこはやばいよ、置いといてキャバレス。はいはいはい、なんか今日は後ろに固まってる感じがしませんか？壁面がこう固まかぶりつきやってますね。なんかこうちょっとバランスがあまり良くない感じ。この傘はずっとここに置いとくつもりなの？そうです、これは演出。演出なんだよね。今日はあるじゃない、よくはね。紅白のところでもお姉さんたちがこう出ちゃう。そう、舞台装置として。今日はやっぱり梅雨に入るか入らないかわからないんですけど、入りそうな感じなので、雨の歌を歌いたいなと思って、最初は長崎は今日も雨だったを歌わせていただきました。そして今日はね、雨シリーズで行こうと思うので。でもなんかピーカンすぎて、もう暑すぎてなんかね、梅雨本当に入んのみたいな感じですけども、大丈夫ですか皆さん、熱中症。本当にでも今日暑かった。そうですよね、暑かったです。でも今日も暑かった。暑かった、今日も暑かった。あまりオチになってないいいな、リンダ勝手に盛り上がってくれてもっと盛り上がるからね、今日は。その性格は素晴らしいよ、本当に。もうこの格好もけなさないことにしたの、もうリンダのこと。バカ野郎、バカ言ってんじゃねえよって今までね、言ったんです。言葉一つ一つ気をつけようって最近ね、ちょっとこう考えてる自分がいましてね、遅えよもうって感じもあるんだけど、でも少しでもいい言葉を使って行こうかなと考えて。タケノコって感じで、どん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 育ちますからね、丸育ちしますからね。何言ってるんですか？何言ってか分かんないけど、何がもう今も突っ込みたいんだけど、よろしいですか、もう気が済みましたか？大丈夫ですか、すいません、なんか解説してください、次の曲を。それでは続いて、私たちこう見てもこう見えても双子なんです。そう、みんなはバレてるんですけどね。ということで、ザ・ピーナッツが歌ったこの名曲を歌いたいと思います。雨の歌で、ローマの雨。ローマで、ローマ。Thank you.
と続いても、あの歌詞の中に雨が出てくる歌を歌いたいと思います。とことん追求したいと思います。ですね、これはリンダが大好きな曲ですね。そうですね、うちの母が大好きで、いつも好きたいいいえば、たくあん切ってたら思い出しますね、そのお母さん。お前調子いいな今日結構外し方が調子いいよ、なんかこう素晴らしいそんな曲を聴いていただきたいと思います。伊藤咲子の乙女のワルツ。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ツー、スリで行くって伊藤咲子、伊藤ゆかり、あ、そうかそうかそうか、あ、こんな強い形違ってますよ、あなたたちは今ね、ハラスメントが今でも言い直すだけいいだろ、マシだろ。コンプライアンス上の問題がいろいろあるんで、テンプライアンスステージでいじめるとステハラというね言われてないか、それはコンプライアンス上のそうです、あの伊藤咲子からの伊藤ゆかりです。
で恋の雫という曲です。いいね、70年代の曲。いいかな。やすさんのギター僕はやっぱね特筆したいと思います。なかなかいませんよこういうギターが弾ける人は。謙虚だからすごくそれでね世界一腰の低いスーパーギタリストというやすさんもいいですよ。で2曲続けて、伊藤咲子リンダ伊藤ゆかりゆかりすごいいい考えられた流れだよねこれね。これ考えてないでしょ。ショーの構成をちょっと褒めたいよねこれね。考えてないよね。お前だよ考えた。あなただけですよ考えてないのは。ちょっと名人らしさが失われつつある。そうか。やっぱり毒がないってなんかつまんないからねやっぱね。謙虚すぎてもちょっと不気味。そうだよね。わざとらしいしねすごくね。そうです。楽屋でまた。いろいろと波紋がありそうですね、うん、悪態つくんだよね、だいたいね、それでは続いても雨の曲続いていきたいと思いますけどこれは私たち初めて歌う曲ですけどねっていうかなんかこれ歌っちゃいけないんじゃないの私たちみたいなそういう対策ですよね。そうですね、皆さん大好きな千秋直美さんの歌ですけど黄昏のビギンというハードル高いんですよね。すごいね。水原弘さんの元々は曲ですよね。それを千秋奈美さんがカバーされた曲をまたカバーする。相当違いますけど。でもやっぱりキャバレーズなかなか千秋奈美さんのところには行かなかったんですよね。てかもうとても行けない。とても行けない。美空ひばりさんと同じぐらいハードルが高いっていう。決して他の方がハードル低いわけじゃないんですけどそうなんですけどやっぱねちょっとなかなかいけないというところにチャレンジしたいと思います。いいと思いますよ。じゃあ黄昏のビギン受けなくてどうぞ。
八代亜紀さんが歌った雨の慕情という曲がやっぱりこれを外せないだろうというところで、やっぱりここにもキャバレーズはなかなか行かなかったですね。もう八代亜紀さんには本当に行けなかったですね。そうですね。でもちょっともうこの際行ってしまおうかというところで雨の慕情を歌いたいと思います。最近もうチャレンジばっかりで失敗しまくってますね。ちょっとすいません皆さん、ありがとうございます。温かい応援ありがとうございます。ありがとうございます。では行きましょう。雨の慕情。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと待って、ヤスさん、イントロ2つあるんだと。あ、安山さんも間違えた。解釈ですかね。でもね、安山さんのこのギター素晴らしいんですよね。さっきあのリハーサルで聴いてて泣きそうになったぐらい。ものすごい泣きのギター。あの、ね、行こうどんどんね、やればやるほど失敗を繰り返す日になりそうなんで、まあ失敗もショーのうちですからね、やっぱ人間だもの、間違えることもありますが、ね、いやでもこのギターは私安山さんしか弾けないと思うと思います。じゃあフィーチャリングギター安山みちお。Oh,
よりもなぜか味見がさせたくて隙間が空けてテーブルをさらに埋めている私嫌い山田とか鈴木とか書いてこういうねでもその三角をこう裂いてしまっては別れちゃうとか言って縁起悪いからそこを塗りなんか消しちゃったりとかしてで大体一筆書きで書くじゃないですかこういうやつってでもやっぱり三角と一個出さないとその間を割っちゃいけない間割っちゃうと別れるんだってそうなんですか私知ってるんだ知ってました知らない知らないってほらみんな知らない大体落書きはみんなこうやって書いてありますよねだけどやっぱりそこのところに裂いちゃうとなんか中は裂くんでここまではいかない合図出してるのか棒であ、こうかそうこういかないんですねあ、そういかないかないかこうかこう来たらやっちゃったその問題だと三角を割ってはいけないあ、割ってはいけないだから貫かないですねそういうことでもそういうことで本当はだからそれでもう一回あやい傘でもやればなんか日本のね未来も明るいんじゃないかなと思いながらあやい傘といえばねはいあやいだねよしあやいって知ってるよしえつあやいちゃん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 あやいあ、そうそうそうあやい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 おさるさんだよあやいあやいあやい南の島のあやい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 尻尾の長いあやいあやいあやいお猿さんだよそ何その歌え知らないんですか知らねえよそんなの今、安山さんすごい合わせてくれてたんですそうしたら知らない歌を合わせられる安山道夫素晴らしい知ってた、知ってた素晴らしい知らねえな、俺今日は今はアイアイの思い出したけどアイアイ行こうアイ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 いっぱいアイアイ行きましょうアイアイいっぱいはい
よくご存知で。骨の歌ですからね、この骨の歌。骨まで愛して、すごい。骨まで愛して。いい歌ですけどね。この歌詞の池袋に城拓也の店っていうのがあった。あったあった、あと神楽坂半子の店もあった。神楽坂半子。今どうなってるんだろう、あのお店は。もうない、ないです。ないです。一回行ってみたかった、本当に。城拓也って他にヒット曲ありましたっけ。ないんじゃないですかね。知らないですよね。でも一つあればいいんです。一つもないんだから我々は。大変ですかね。その一つを作ろうとキャバレーズを。頑張ってます。その一つを作ろうと思ったこの曲です。この曲をもうこれはでもねいい曲だよ。そうです。あのかの有名な三浦博士先生の。もうほら今や浸透してますよこの踊りが。待ってました。三浦博士先生が作詞作曲なさったこの曲をキャバレーズが歌うというこの栄誉に恵まれ、リバイバルバイ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 、そうですね、再びこの世にまたこの名曲を送り出そうとキャバレーズがしております。皆さんどうぞ応援よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。皆さんのお力でこの曲を世に送り出していただきたいと思います。違うか皆さんのご支援をいただきたいと思っております。どうぞ応援よろしくお願いいたします。ライバルはバースデーです。ライバルは緑のたぬきでございます。いきたいと思います。がっかりしてるの、これが余計なこと言っちゃってる。であのムード歌謡路線を、キャバレーズがやっぱり行きたいということで、何年も前に、この五反田の、今日お友達が来てますけど、そこでお店をやってた
方のお店で、それをテーマに作った、五反田レイニーナイトという名作が、自称名作、多少名作そして目黒川エレジーという曲でキャバレスのショーを見事に飾りたいと思います。いかがでしょうか。寺中名人作詞作曲、五反田レイニーナイトと目黒川エレジー、続けてこの辺の歌です。この辺の歌、ほんとこの辺の歌です。ご当地ソングですね。うんと狭いエリアの歌です。これも五反田でしか歌えませんこれお届けいたします。シングル版今日持ってきてないね。あ、残念。もう全然私購買意欲がないというか、ここで言ってシングル版売り込み意欲もないかもしれませんね。すみません、歌だけはちゃんと歌いたいです。キャバレスリンダゆかり、五反田レイニーナイト。夜更けの
ありがとうございます。ありがとうございます。いいショーだった。ありがとうございます。おいらしね。